25ダッシュやな、日本な。はい、でここから1本目はここからダッシュしていって、向こう、クイックターンのとこまでね、クイックターンのとこまでダッシュね。はい、で、2本目もここからでんぐり返りして、で向こう今度はゴールタッチで決めてください。ほんで、2本目タイム取るときもついてから足離れで取るから、だから1本目のタイム、向こうでんぐり返りで足でついたタイムと同じタイムぐらいでは帰ってくるように、ね、はいはい、順番に行こうか。はい、いや、誰でもいいよ。はい、1本目はでんぐり返りで足でタッチな。はい、でこのタイムが、でんぐり返りのタイムが自分の25メートルのレースの時のタイムぐらいでは返ってくるようにな、そこ目標タイムね。はい、はい、行きます、よーい、はい、はい、13秒37、タッチが13秒37で、足つきが14秒02ね。はい、はい、行きます、よーい、はい、はい、OK、 14秒 73OK、 今のはあの割合手が前に伸びてたから、うん、はい、行きます、よーい、はい、はい、14秒 87OK、 うん、今のもお尻上げれとったから、あの感じでな、うん、はい、行きます、よーい、はい、はい、16秒03、ちょっとおへそが沈んでる感じがするから、あ、つった、だからキックがちょっと入ってへんような感じやから、うん、ちょっと おへそ、ちょっとあの、大丈夫、足、ちょっと天井に向けるというような感じでな、はい、ターン動作まで入れて、ブレスもな、よーい、はい。はい、15秒44の、足タッチが16秒34、ちょっと一かき一切りがちょっとあの間延びしすぎてるかもわからへんから、バーンバーンっていう感じかもわからへんが、あれもうちょっと短めでもいいんだけど、はい、はい、ちょっといきます、ターン動作からね、よーい、はい、はい、12秒76、うん、今の泳ぎもええ感じ、第2キックがうまく水の中入ってたから、うん、はい、はい、よーい、はい、
はい、OK、14秒28、OK、OK。はい、行くで、よーい、はい。はい、14秒60。ちょっと今のあのターン後ちょっとあのボディポジションが低かったような感じがあるから、うん、もうちょっとあそこをガンってしっかり上げて、でそのままあの後半持っていったら体がブレてけえへんから、うん、はい、行きます、よーい、はい、はい、15秒81、あとターンの蹴りの強さやな。だからちょっとジャンプトレーニングとかしっかりやって、はい、やったら OK やと思うわ、うん、はい、いきます、よーい、はい、はい、15秒66、はい、今のあの浮き上がってからの一かき目二かき目がちょっと遅いねやか、だからあれをあの大きく書いてもテンポちょっと上げていくというような感じで、うん、はい、 OK。